皆様こんにちは、奈良鈴木チャンネルのやすこです。前回の第3位に引き続き、今回は第2位を発表します。ハスラーです
趣味やお出かけの用途に応じてシートアレンジができちゃいます。全部、こっちも簡単に上引っ張らんかな、そこを引っ張ったら、よいしょ、ガチャッと出したらサラッとに、ができます。寝れますね、これほんまですね、めっちゃ寝れますよね。ラゲッジスペースになります。そしてラゲッジスペースの下にもこのように収納するスペースが隠されてます。ラゲッジスペース自体が素材が撥水加工ですね。なんか水はじく、水と汚れをはじく素材になってるので汚れても拭き取りやすくなってます。そうですね、靴とか置いてもすぐに取れそうな、濡れた靴とか置いてもちゃんと拭き取れます。うん、なんとここの紐を引っ張るとグイーッと、おー、前後に、ね、前に後部座席を前に移動することができるので、この荷室が広く取れます。わざわざこの横に移動しなくても、うんうんうん、この場所後ろにいながらこの紐を引っ張って前後に操作ができるのですごく便利です。5つ目は9インチのナビゲーションで操作が楽々です。通常の車に取り付けられているナビは7インチと少し小さく見にくいんですが、ハスラーは9インチのナビを搭載しています。このように大きく見やすい画面にすることで運転席からはもちろん助手席からも操作がしやすくって、高画質で見やすいナビゲーションなので安全な運転にもつながります。大きいですよね、このと同じぐらいの大きさがある。めっちゃ見やすいですよね。うん、操作しやすいと思います。以上、ハスラーのおすすめポイントを5つご紹介しました。今回は鈴木リーダー女子がおすすめする軽自動車ベスト3を、ベスト3の第2位をご紹介しました。次回はお待ちかねの第1位を発表します。お楽しみに。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。